聞いていきたいと思います。そしたら、今日のスペイン戦も含めて予選3試合の感想をざっくりお願いします。お願いします。ナホ、いや、ザンビアは前半80分まで寝てました。ザンビアが、ザンビアが、ザンビアがね。でもやっぱそんなザンビアにちゃんとやっぱ初戦で、シュートゼロで勝てたっていうのはワールドカップの1回戦としては素晴らしい結果だったと思いました。あのさ、ザンビアのさ、11番がさ、中国選手だったよ。パンダ、その選手にさ、ボールを入れさせにかったっていう。そう、入れさせなかった。そう、入れさせない守備がとっても上手だった。で、ミトもそう思った。ちょっと、ほんまにだって、ザンビア、その直前の親善試合でドイツに勝ってるから。そう、ね、3-2で勝ってたよね。だからそんなザンビアに無失点で、無失点だし大量得点で勝ったのは素晴らしかったと思います。5-0ですね。はい、5-0。じゃあコスタリカについては鮫島選手が話します。お願いします。コスタリカは何度も取って2-0。コスタリカっていうか、ザンビアとコスタリカはボール持ってって勝った試合だったじゃん。で、今日は持たれてたけど勝てたじゃん。その戦い方のを使い分けられるのはめちゃくちゃ大きいなって思った。確かに。そう、この先ただ勝ち進んでいく上で、あと誰が出てもクオリティが変わらない、から分析大変だろうなって。対戦相手、誰が出てそうそうそう、分かんないから誰が出てくるか。確かに、なんか自分の役割もすごい分かってるような。しっかり、まあ、そういった意味では金賀さん3バックがすごくハマってるなっていう感じがすると思うんですよ。いいよ、しっかりしっかり、はいはい、3バック負けんなー、MC っていうのが鉄板な感じだと思うんですけど、そうじゃないところも強さの秘訣じゃないですか。毎週違いますね。そこも使い分けていう感じがするタイプなんで。スリーバックの難しさで言うと、あの2015年の決勝戦でスリーバックやった坂口選手どう思いました？2015年の決勝戦、ほらうちら基本は4-4でやってたんでしょ。でもさ、決勝戦でさ、あの前半16分ぐらいで4点ぐらいぶち込まれて、そこからほらシステム変えて、で、シェタボックスのね、3枚のうちの一角をやったでしょ。ダブルブランチが出た。そうそう、こういうの取り合いしたよ。そう、世界で戦う上での3バックの難しさみたいのは、どう？え、なんで？喋ってよ。トークショーだから。一人で喋りやん。トークショーだから。ほんま、それをね、ワールドカップの決勝でいきなりやったのにできちゃうっていう。そう、天才だからね。天才、ほんま。じゃあ次の質
定しろし、応援したくなる。やっぱちょっとしんどさとかも少なからずちょっと分かりますし、なんか、うん、そこ見ちゃう。よろしく。回そうがと、ね、とりあえず00の時間を長くしたかったっていうのは決勝トーナメントではよく言ってたかな、うん、とは思いますね。今のさ、日本は主導権握れる試合もあるやん、うん、うちらの時そんなになかったと思う、うん、ね、守りズムみたいなのあったやん、守りズム守ってる守ってる、そう、うん、今日みたいな試合とかちょっと多くなかった、そう逆に持たされた場合どうなっちゃうみたいな、なるんですよね、ちょっとね、どうしてみたいな、そうってな感じですすごい毎回まとめてくれるねでももう私はほら決勝トーナメントの1個目はドイツ戦でもう本当ベンチから見てたから、も
うとにかくベンチからも大きい声で応援するっていうことだけをもう心がけてた。もう中で戦ってるみんなが頼もしすぎて、それで言うと今のチームはベンチ見ててもあちゃんとベンチで戦ってるなっていうのが伝わってくるから、それはすっごく大事だと思うし、そういうチームはやっぱり応援したくなるなって思いますね。ね、みんなで喜んで点取った人がみんなベンチに行ってわーってやってるのを見ると頑張ってほしいなと思っちゃう。うん、まあ、あやさんも元気チャンネルのあの神回で見てベンチの選手が大事って言ってたそれ見たからさ、それ見たからさ、田中桃子に言っといたの。それ見てから、今ベレーナでキーパーで行ってますけど、出るタイミング多分あんまないって思ってたから、ベンチメンバーめっちゃないじゃんっていう話は大きい置いてきた。ナイス、もうないです。本当に興奮しちゃうんだけど、なんかなんだろう、多分ね、当時はしんどいことの方が多かったのかもしれないけど、でもこうやって振り返ってみて、ああよかったなって思える仲間と出会えたことがもう人生で一番の財産。ありがとう。みんなの言葉も聞きたい。みんなもなんか私に言ってほしい。私に。みんな喋っちゃうと喋んない。ちょうだい改めて濃いメンバーだったなって本当に思いますし、多分終わってからこうやって時間を重ねてきて、より大事な存在だったな、今も大事な存在だなっていうのがこう年々増してる。分かる。年取ったんですかね。でも本当に集まったらうるさいです。とにかくうるさいです。はい。でも本当に大好きな、もう家族、本当に家族よりあの長い時間一緒にいたんで変えられないメンバーです。はい。でマイク取れんじゃん。受けるはおかしい。サッカーやれてそのメンバーの一員で入れたっていうのが、財産ですね。だから会えるのがモチベーションです。もう以外で言うね、嬉しくない、激しくない、意外で、すごく大
リーグでさ、金賀さんとこの前久々にね、マッチアップっていうか、もうね、ニヤニヤしちゃう、本当に。なんかね、すっごい嫌なんだよ、金賀さんと、すごい全部狙われてる感じがして、戦っててめちゃくちゃ嫌なんだけど、なんかもう楽しくて、ニヤついちゃう、そういうのがすごい楽しい。激しく撮りたい、ちょっとニヤニヤしちゃう。ここから頑張る秘訣ですよね、はい、それはもう応援してくれるファンの皆さんの信頼に決まってます。そうそうそう、我々をひいき目で見てください。そうそうそう、すごいひいきして応援してほしいなと思ってるね、温かい目で。そうそう、そういう方がいてくださるから、まだまだ頑張ろうと思いますね。お願いしますね、これからも。次の質問いきます。はい。あれ、こしょこしょ、こしょこしょしてる。痛いな、痛いな。それでは、次の質問です。簡単なんです。女子サッカーの今後の未来はどうなってほしいか。欲しいやつね。はい。こうなってほしいなっていう、日本の女子サッカーの願望をお願いします。じゃあ1個、はい、1個、そのスペインとかもそうですけど、いっぱいの人に見に来てほしいなっていうのはあるので、皆さんが本当に応援してくださってて本当にありがたいですし、ずっと応援しててほしいですしっていう、あわよくば友達たち連れてきてファンをちょっとずつ増やしていただけるとありがたいですし、いやそんな他力本願なこと言わないですけど、自分たちも頑張りますし、で見てきてくれるプレーをしなきゃいけないと思うので、そこは頑張りつつ、これからその女子サッカーの発展していくために皆さんの力を借りて頑張っていきたいなと思います。私は女子サッカーが常に1万人入るようなあのスポーツになってほしいなって思いますし、日本がなんかこうスポーツってこうオリンピック、ワールドカップってバーンってなっても、やっぱりちょっとこうなってしまう、まあ、国かなっていうところがあるんで、スポーツがまず人気になってもらって、女子サッカーがそれを引っ張る存在にあのなってほしい、それが夢です。はい。私もやっぱりたくさんの人に見に来ていただきたいなって思うし、なんか生活の一部になってほしいなって思います。音楽聴くのが当たり前みたいな感じで、関西に住んでる人阪神の結果調べるの当たり前みたいな感じで、なんかあ今日週末女子サッカーあったな、ウィリーがあったな、なでしこリーがあったな、まあ、もちろんなでしこジャパンの試合あったな、会場に行けなかったとしてもすごい結果を気にしたりとか、もちろん時間がある時にはスタジアムに足を運んでくれたりとか、そうでない時にはね配信を使って見てくれたりとか、そういうのがもう生活の一部になるようなスポーツになってほしいなって思います。すげえ真面目に答えちゃった。じゃあ柱の2人で、はい、お願いします。はい、2人で相談するのがある、はい、もう掛け声かけて、でもそうだな、うん、そう、うん、本当そう。でもやっぱ公園とか行ってもさ、サッカーしてるの男の子多いやん、あ当たり前に女の子がボール蹴ってる風景を普通に見たい、うん、やっぱりどうしてもまだね男の子のが多いし、なかなかチームも少ないと思うんで、まあ、チーム数も増えたり、何よりも人口が増えて、なんかサッカーやってもらえる少女たちが増えたらいいなっていうふうに思います、うん、どうでしょう。そう思う、はい、はい、ありがとうございます。真面目になってきて、あれエースチャンネルっぽくなくないっていうちょっと感じになってますよね。なってないですか、うん、なってる、なってるなってる、なってる系にしなってるなってる、なってる、エースチャンネルっぽい、エースチャンネルっぽい質問1個いきます。番外編です。やっぱりここで番外編入れときたいんで、今ワールドカップメンバーで唯一2011のメンバーいますよね。はい、いたっけ、いたっけ、ちなみにこのナデキアの代表は、はい、皆さんご存知ですか。せーの、一人です。正解です。正解です。最高のエスカンデルかもしれないということで、はい、熊谷咲の一番好きなところをかぶらへんように一人にない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 
10分ちょうだい、10分ちょうだい、10分ちょうだい。考えたの1個、1個。はいはいはい。ちょっと待って、はいはい、考えた時にすごい難問だろうなって思ったんですけど、はい、ぜひ皆さんとか、そうやな、好きなところ、あの、かぶらへんよ。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 変身が早い。変身が早い。あ、ライオンの。ライオンの変身めっちゃ早い。スポンスが早い。好きなところ。何個でもいいよ、サビやの好きなところ。1つやったら、言うと、言うと、すっごいポジティブ。いや、ポジティブ。ポジティブだと違うもんね。好きではないな。いいところじゃない。いいところ。好きなところです。そうやな。だから好きなところ。頑張ってください。頑張ってください。さっきの好きなのは。でも出てけへんからな。かわいせんな。ようなかわいせんな。さっき、さっきって。さっきって丸々。私、好きじゃなくてもいい。やめな。やめな。終わり。さっきとは、さっきとは。さっきとは。さっきとはね。さっきとはね。さっきどんまい。さっきとは。さっきとはどうぞ。さっきは、でも私、さっきの好きなところは、あの、たまに、なんか、おやつとか。財布ごちそうしてくれる財布やん。好き、そういうとこ好き、大好き。あとはさっきとはもうスーパーポジティブやでな。うん、根っからのポジティブだもんね。以上。あるよ。いなくても本人がいつでも話題に出る。確かに確かに。話題の中心。そう。初めてかどうか。でも本人に言える。言ってる。話題の中心。中心。話題の中心。すごい。言ってもらっていいですか、先輩。笑ってる場合チャンスよ。笑ってる場合チャンスよ。声が大きい。まさに。喋ってる時も声大きいんですよ。あの試合中だけじゃなくて。あとは多分日本一頭を怪我した時のあの白いあのなんか包帯っていうんですか、あのなんかちょっとぐるぐるあのちょっと検索してみてください。あの面白画像出てくると今あのそれが似合う。可愛かった。S チャンネルであれ出して。写真。いとこ以上です。ありがとうございます。それではチレッとリマシラ言わせてじゃなくて、なんか会った時喜んでくれるじゃん。わかる。うわーみたいな。声力がすごいというか、なんかね、大型犬が向かってくる。おーみたいな感じが可愛らしいと思う。本当に可愛い。ギリギリ。よくなくて、すごい。要するに愛されてるってことでいいですか？そうそう。そういうことでしょ。みたいな感じ。ということで、この時間からは質疑を通すわけ。せっかくなんでこういう機会に。プライベートはこれ。はい、プライベートは。プライベートは私たちが答えたい。答えてくれた。答えます。ここで遠慮なく、少し短い時間なので、あの、挙手でお願いします。はい、バンバン行きましょう。はい、行きましょう。皆さんが、ダブスコジャパンの時は、さっきも話にあったように、結構劣勢の、守る展開が多かったと思うんですけど、それでもあんなに頑張れた、なんか理由っていうか、その時思ってた気持ちとかを、たぶんさっきのなでしこはリードしてたから、ちょっと気持ちが有利だから、まあ、頑張れば分かるんですけど、皆さん、よかったなと思って。なんかさ、あの守ってる時の距離感ですごい触れ合ってたよね。あのドイツ戦とか覚えてると思うんですけど、0-0で延長まで行った時とか、散々攻められたんですけど、ああいう風にこう我々が攻められてるから距離感も近くて。プレー切れるごとになんかお互い触り合うみたいな。ナイスナイスみたいな。なんか触れ合いがちょっと最後の方はちょっと楽しくなっちゃってたっていうのが今思い出せばね、やってる時はすごい怖かったけど、今思い返せば楽しくなっちゃってた。他に思わなかった。あ、じゃあ、ない。
皆さん代表でいろんなデザインのユニフォームを着てこられたと思うんですけれども、どの時のどのデザインのユニフォームが一番お気に入りのかありますか？私は多分写真で出てくるかもしれないんですけど、今回上尾鍋選手がなでケアのために提供したユニフォームがあって、ちょっとグラデーションになってて、ここにピンクの線が1本入ってる、何年くらいのやつだろうな、そこにないんだよね。そう、わかる。カナダ、カナダのコップ。いや、カナダじゃない。そう、リターン品でちょっと神尾鍋が出してるんで、どっかでアップしますね。これです、これですだけ載せますね。私はそれが好きなんです。好きですね。どう、なんかある？私はもう着てるのが印象的、もう それがもう印象強すぎて、え、あの時だよね、だって。そうね。でもほら、2011年の時はもちろんバッチャーついてないよね。これ2011年の皆さん優勝された記念の後に販売されたオーセンティックの2011枚分の1枚。確かにね。なんか今回のピンクすごい可愛い。可愛いね。なんか、だからもうほぼ完売って。あれ今まで誰も似合わなそうだね。激しく飲み。優勝した国しかつけられない、まあ、それがやっぱ誇りだったなと思います。他に質問ある方、先ほどの質問皆さんに聞こえてないからちょっと伝えます。この後この3試合を見てどこら辺まで行くかという予想を質問されました。はい、はい、お願いします。次ノルウェーだよね。ノルウェーはちょっと正直グループリーグでだいぶ苦戦してたから、このなでしこ見てたらいけんだろうってちょっと思ってます。だからそれでベスト8ですよね。ってなるとその後どこが勝ち上がってくるのっていうところが、どっかオランダか、オランダ大丈夫、あ、じゃあ大丈夫だから、じゃあベスト4で確実、ベスト4は確実、うん、ベスト4じゃ皆さん一緒で大丈夫ですか。ベスト4は確実だね、この戦い方だとね。しかも前回のワールドカップでオランダに負けてベスト16で敗退したから、その時のリベンジをしてほしいっていう気持ちはありますよね。鮫島さん、坂口さん、出てたでしょ、出てたけど、そう、あの時戦ってたメンバーもいるから、その悔しさを重々感じてる、ね、持ってる選手もいて、しかもその選手たちがこの月日を過ごしてまた成長して今戦ってるから、それがすごい楽しみだなっていう、うん、そう、はい、っていう気持ち、はいはい、とはいえ、ごめん、やっぱり一個ずつ勝っていくと、ね、今、ノルウェーには絶対勝てるみたいな、分かんないし、ね、次はノルウェーだから、そう、ノルウェーもあって、だって自分たちの時もそうだったけど、いきなりなんか決勝行ったら、アメリカみたいなことは別に考えてなかったみたいで、全然、だから、もう一個勝ちます、うん、そうしよう、そうしよう、はい、ラスト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 、PK 蹴ったのは坂口だけです。はい、はい、言い訳は、最初ピー入れましたね、ピー入れました、これで見てた、これで見てた。なんでしょうね、でもなんか PK の練習を結構してるって聞いたので、もちろん PK 行く前に、延長行く前に
まあね、あの勝つのが一番いいですけど、まあ何があるかわからないですし、そうやな、どうでしょうかね。あの PK 前の空気感はすごい良かったよ、ね、あ雰囲気っていうの、うん、顔でな、もうだからやっぱ男子のクロアチアみたいな雰囲気、あの画面から見てもやばいよって思っちゃったけど、嘘でも笑ってほしい、そう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 、話題起こってたもんね、だからやっぱサミちゃんさ蹴らへんかってからのんきやってるの、サミちゃん何番目だったの、サムさんの横にいたでも10番じゃん、10番キキさんは9番、キバシいないから9番、サムさんが10、そうキちゃん感じです。はい、ありがとうございました。